ということで、行きたいと思います。長瀬組手6人目。先行長瀬高校スロック。8小節3本。レディーファイト。いやマジでネットの大会で最高だよな、いろんないっぱいラッパーとつながれるし、いや現場じゃなくてもラッパーってこういう電波でつながれるって最高のことだと思う。昔は絶対できないこと、いやだから今はマイクじゃなくて携帯を持ちながら公園の周りをうろつろして自分の言葉を響かせてるぜ。いや7人は聞いてたけれど、6人まで心の準備も何もできてないけれど、 MC バトル最高間違いないけれど、まだ言葉をはめて行けば3感じになるかなぐらいの感覚で遊んでゆくよなぜ、カクカクなラップ四角みたいだな、もっと丸くなってもいいんじゃないの、いやトゲがあるよりは丸みがある方が私は大好き、だからなよあともうちょい声を腹から出しな、全然聞こえないからお前のいいバースが私の耳にこびりつかない、もっと腹から声出してラップしてみ、分かった腹から出すよ、俺もバイブスから満タン上げていくよ、カクカク丸なんて言ってる暇ない、俺には資格なんてのはねえのさ、喉からちゃうねん言葉は腹から、分かったその言うこと、まだ俺また初めて1ヶ月だからいろいろ教えてくれ、いやでもお前は資格あるだろ、ちゃんとお前には両目がついてるだろ、その両目をいつか交えてよ現場でラップがしたいと思ってる、いやいいじゃんめっちゃ声出してよ、私の耳にお前のいいバイスがこびりついてきて、これがラップだなってやっぱ思える、最高のラップのコンビな感じ、いや分かるこの気持ち、俺の言葉がお前の耳に今こここうやってこびりつくけれども、お前のラップなんてさ俺の耳に一切こびりつかんぐらいの感じで、またはめていくからさゆっくりやればいいってのもんだね、のからばまた荒れてるからさ、荒らしてゆくからまたゆっくりやる、終了です、はい、はいはいはい、アンケートお願いします、全員